2月22日水曜日の全国の天気をお伝えします。冬型の気圧配置が緩み、高気圧に覆われて西東日本では晴れるところが多くなりそうです。北日本日本海側の雪もだんだんと弱まる見込みです。雪かきを行う際は安全に気をつけながら進めてください。明日の予想最高気温を見ていくと、東京が9度、大阪は10度です。日差しのぬくもりにほっとできますが、朝は特に冷え込みが強まりますので暖かい服装が必須です。沖縄は那覇曇りアイコンですね。すっきりしないお天気です。最高気温20度と過ごしやすい体感となりそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。